皆さん、こんにちは。クラウドエースのラリオスです。普段はエモーショナルエヴァンジェリストとして、Google クラウドのいいところを皆さんにお伝えしたり、Google クラウド認定トレーナーとして認定トレーニングの講師も務めております。さて、今回は5分でわかる Google クラウド第2回目ということでお話をしていきたいと思いますけれども、皆さん、第1回目はご覧いただきましたでしょうか？第1回目はですね、Google クラウドの特徴ということでお話をしたんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか？その時にですね、第2回目は Google クラウドが提供している仮想マシーンのサービス、コンピュートエンジンについてお話をしますよとお伝えしたんですが、今回はちょっと予定を変えてですね、Google クラウドの基本的な使い方についてお話をしていきたいと思います。Google クラウドを使うにあたって知っておくべきポイントについてお話をしていきます。まず、Google クラウドにはリソース階層と呼ばれる4つの階層があるということを覚えてください。画面にあるように、上から組織、フォルダ、プロジェクト、リソースと呼ばれる階層から Google クラウドは成り立っています。そして、一番下にある青色のリソースと呼ばれる階層ですね。これは実際に私たちが使うサービス、例えば仮想マシンやストレージといったものを表しています。そして、このリソースを使うためには、その上にある赤色のプロジェクトが必ず必要になります。Google クラウドを使いたいといったときには、このプロジェクトを必ず作る必要があるんですね。ですから、私たちが Google クラウドを初めて使うといったときには、このプロジェクトを作成するところから始まります。じゃあ、その上にあるですね、組織やフォルダーといった階層は何のためにあるのかということなんですけれども、例えば、会社として Google クラウドを使いたいといった場合には、誰がどのリソースに対してどんなことを実行しているのかということをきちんと把握して管理したいですよね。そういった場合には、この一番上の組織という階層を作ることによって、Google クラウドのリソースを会社として、組織としてですね、一元的に管理をすることができるようになります。ただし、この組織という階層を作るためには、クラウドアイデンティティ、もしくは Google ワークスペースといった、また別のサービスを利用する必要がありますので、注意が必要です。このあたりの詳しいことについては、ぜひドキュメントをご覧ください。そして、この Google クラウド、リソースを使うためには、プロジェクトが必要だというお話をしたんですけれども、じゃあ、このプロジェクトと呼ばれるものは一体どんなことができるのかということなんですけれども、まず1つ目は、このリソースを管理することができます。そして、認証情報や権限といったものも管理することができます。さらに、私たちが使うサービスや API といったものを有効化することもできるようになります。そして、4つ目、このプロジェクトは複数分けて作ることもできるんですが、そのプロジェクトを分けることによって、管理を分けるといったような使い方も可能です。例えば、テスト用のプロジェクトと本番用のプロジェクトというように、プロジェクトを分けることができるんですね。テスト用のプロジェクトには、さまざまな開発メンバーがアクセスをして、さまざまなことを実行できるようにする。一方で、本番用のプロジェクトでは、限られたメンバーが限られた操作だけを実行できるようにするといったような使い方も可能です。このようにですね、プロジェクトごとにリソースを管理するということをぜひ押さえておいてください。では、このリソースに対してですね、アクセスをどのように制御するのかということなんですが、アイデンティティ&アクセスマネジメント、いわゆる IAM と呼ばれるサービスを使って、リソースへのアクセスを制御することができます。誰がどのリソースに対してどんなことを実行できるのかといったことを定義するツール、これがアイデンティティ&アクセスマネジメント、IAM です。ぜひ覚えておいてください。
そして Google クラウドを操作する方法には4つあります。1つ目は画面の左側、コンソールですね。コンソールを使って Google クラウドの操作ができます。そして2つ目、画面の左から2番目ですね、クラウドシェルというサービスを使ってコマンドラインで Google クラウドの操作を実行することもできます。そして3つ目、その右側ですね、モバイルアプリを使って Google クラウドの操作を実行することも可能です。そして画面の一番右側、API を直接叩いて Google クラウドを操作するといったことも可能です。今日は特にこの左側の2つですね、コンソールとクラウドシェルについてご紹介していきます。こちらの画面が Google クラウドのコンソール画面ですね。 Google クラウドにログインしていただくと、このようにコンソールにアクセスすることができます。このコンソールから利用したいサービスを選んで、画面上でポチポチっとクリックをして Google クラウドの操作を実行することができます。さらにこのクラウドシェルというサービスを使っていただくと、ブラウザ上でターミナルを起動してコマンドラインで Google クラウドの操作を実行することができます。 Google クラウドにはクラウド SDK と呼ばれるですね、 Google クラウドを操作するためのツールが提供されているんですけれども、そういったツールを例えば自分のパソコンなどにダウンロードしてインストールしたりといったような面倒なセットアップをしなくても、このコンソール上、ブラウザ上でターミナルを起動して Google クラウドをコマンドラインで操作ができるようになるクラウドシェルというサービスがあります。ぜひですね、このクラウドシェル覚えておいてください。非常に簡単にですね、 Google クラウドをコマンドラインで操作することができます。はい、ということで第2回目のまとめに入っていきたいと思いますけれども、まず Google クラウドには4つの階層があるということをぜひ覚えてください。そして Google クラウドを使うためにはプロジェクトが必ず必要になりますよということもお話ししました。そして3つ目、会社として Google クラウドを使いたい、会社としてきちんと管理をしたいといった場合には、組織という階層を作ることをお話ししました。そして4つ目、コンソールを使ったりクラウドシェルを使うことによって、簡単にですね、Google クラウドの操作が実行できるということもお話ししました。ぜひですね、皆さんも Google クラウド触ってみてください。非常に簡単に使うことができます。仮想マシンなどもですね、このコンソール画面からポチポチっとクリックすることで、作成することもできますので、ぜひお試しください。そしてクラウドエースでは、Google クラウドに関する SI やコンサルティングも提供しています。さらに Google クラウドの認定トレーニングを提供できる数少ないパートナーの一つでもありますので、Google クラウドのことに関してお困りごとがあったり、Google クラウドの研修を実施してみたいなという要望があれば、お気軽にですね、クラウドエースにお声掛けください。そしてこの動画をご覧になって少しでもいいなと思ったら高評価をお願いいたします。またチャンネル登録もお待ちしております。はい、というわけで、5分でわかる Google クラウド第2回目ということで、Google クラウドの基本的な使い方についてお話をしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひですね、第3回目でもお会いしましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。